エイベックスの取締会で松田さんが取り巻きを入手させようとしたら楽天、三木谷さんがそれを拒否したら松田さんが恫喝したって本当ですかうーんまあ、恫喝っていうのはうん言い方が悪いな、うんまあ、これを言うとまあ、別に三木谷さん嫌いじゃないですよ、その悪口じゃなくて、うん当時はいろいろ会社が荒れていたから、うん。 うーんまあ僕は呼ばれたたから行ったんですよもうだって会社辞めてたからその時取締役会っていうかななんか、ね、なんかかね、うん、当時一緒にやってたやつのことを当時の会長がクビにしたから頭したから俺も辞めたんだけどそして23時したら取締役会っていうか来いって言われて行ったらさなんだかんだって言われましたよ。うん、言われたけどまあ うん、まあ人間だから感情もあるんで、別にそれから別にミッキーっていうんですよ、僕みたいなこと、別に仲悪くないし、うん、まあ、あれじゃないですか、そう。だから、ここだけ取ってさ、このことだけ取って、全部そういうふうにやっちゃうのも困る。うん、そんなに、うーん、まあ、そりゃ、俺は思ってない、向こうは思、まあ、ってないと思うんだけどな。うーん、まあ、でもね。 うん僕は友達選手だって僕は友達じゃないって言うかもしれないからなんとも言えんけどまあ同活同活されたら同活しかですからね多分その時も言ったと思うよ言い返したと思うよ <laughs> なんて言ったか言いません。<laughs>